それでね、まあね、今日のネタなんですけども、今ね、中国、まあもう春節終わったんですけども、流浪の地球っていう、あのリウラン・ディーチューっていう映画が、大ヒットして、20億元、まあ日本円にして、いくらか320億円ぐらいの、興行収入を上げたとそうです。この映画の制作費はね、まあまあいろんな諸説あるんですけども、だいたいね、80億っていう人がいる、80億っていう、言ってるマスコミいたんですけども、はい、まあそんなバジェットでした。で、それでね、まずこのバジェットね、80億本当に、かけてたとしても、単純なね画面としておそらくその日本人の監督がやったら、15億で作れるかな、16億ね、まあ、5分の1ぐらいで作れるかなっていう感じの画面だと思うんですよ、どうせ本当に、だってね、まあ、中国で映画撮っててね、もちろん役者としても出てるわけなんですけども、中国の監督ってねすごい効率悪いんですよ、ありえないぐらいに。だから映画で80億ってお前80億ね、例えばハリウッドで作ったらね、デッドプールの1がだいたい80億ぐらいなんですよ、日本円で。はい、で、あのクラスの、まあ、影響力、まあ、ただ単純に興行収入が上がればいいってもんじゃないんですよね。で、まあね、興行収入ね、これね、中国人の 春節でみんななんかすることがないから、どうす映画館行くかっていう時に見るじゃないですか、それしか見れなかったら、まあ、だからまあ320億いくんですけども、国産映画保護期なんですよね。あ、周りこんな感じです。国産映画保護期で、まあ、何が起こるかっていうとね、まあまあまあ社会主義ですから、クオリティがどんどん落ちていくわけなんですよ。で、去年に比べて、この国産映画保護期の、全体の興行収入が 10% 落ちた。まあ僕はね、普段言ってるんですけどもね、もちろんね、もう保護期なんて全部禁止し、やめて、ちゃんとした、競争の状態にしないと、絶対にいい結果にはなんないって言ってるんです。これ何の業界でもそうなんですよ。海外でどんどん競争してね、関税かけてもいいですよ、関税。本当海外映画で、まあ、中国映画はその1枚チケット30元だとしたら、海外の映画も40元税金取ればいいじゃないですか。まあそれでも中国映画の負けると思ってるんですけどもね、絶対負けると思ってるんですけどね、100% 負ける。なんかね、さっきからね、結構チラ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 ね、美人のお姉さんがいて、目がいっちゃうんですよね。あー、そっか、浅草だとこれがあるんだ。まあ僕もね、もう学生ではないんで、ちょっとそういうことはしないんですけども、ね、でね、この流浪の地球、もう流浪してるんですよの、海外興行収入、北米での興行収入、人多いな、北米での興行収入がだいたい初日ね、初日、15万ドルだったらしいんですよ、北米ね、うん、対して、ドラゴンボールが、ドラゴンボールがね、700万ドル、まあ、単純に、
まあ45倍とかなんか50倍近くの差をつけられてるわけなんですよね。でドラゴンボールの予算わかんないんですけども、流浪の地球がね、まあ50億から80億、まあ80がマックスね、あのネットの噂だとね、になってるんですけども、でドラゴンボールってひょっとしたら、まあまあ僕勝手に言ってるんですよ、あの見たことないんで、5億ぐらいで作ってると思うんですよ、制作費で。だから、まあ、80億としたら、16倍の予算で、で興行収入は40何倍っていう圧倒的な、差がついております。でね、まあ、言うんですけども、感覚がずれてたら何やっても無駄だよっていう、そういう話をすごくして、で、あのね、この流浪の地球ってどんな話かっていうと、まあ、なんかのね理由でその地球が危ないと、まあ、見てないんで分かんないですけど、それなんで、あの地球にジェットエンジンつけて、まあ、他の惑星のそばまで飛んでいこうっていう、話なんですよ、うん。まあ、それでね、中国ではこの中国でも SF 対策できたって言ってるんですけども、あのね、 SF ってね、あのハートなんです、心なんですよ、 ある種ね、うん。それが全然ないやつが、あの表面的にね、あの保護された状況で何やっても一切無駄なんですよね、うん。まあ、しょうがねえなと、あのコミーはね、あのマルクス主義、雷門だ、雷門だ、まあね、相変わらず、どうしようもない。でこれなんで日本とか、あの韓国とかね、あのはたまた香港台湾で耐久されないかってね、そのぐらいね、お前判断しろっていう、話なんですよ。あのね、そのうちね、ちょっとなんか絵的に持たないんで、普通の街になっちゃうんで、ちょっともう一回、雷門の方に行きます。ついでになんか、あの美人のお姉さんいないかなっていう、なんかこのもう着物のお姉さんたちもなかなかね、はい、行きます。まあね、その、まあやっぱね、いいことないですよ、制限してるっていうのはね、人間ね、堂々と、きちっとしたルールの中で、ね、もう正面からどんどんやっていって、まあ、僕はね、もうやらせてくれたら、まあそんな何十億っていう興行収入は上げられないかもしれないけど、ちゃんと国内と国外で、きちっとしたルールの中で、ペイする映画を、作る、だけの能力は、絶対にありますんでまあね、なんか、まあ、日本で、まあ、今回ね、仕事、日本に仕事で、まあ、出張できたんですけどもね、まあまあ、いろんなプロジェクトありますよ。まあでもね、思うのがね、まともだなっていう話ですよね。なんか話してて分かるんですよね。なんかほら、なんか北朝鮮の歌って変じゃないですか。例えば中国映画ってそんな感じなんですよ、うんまあね、歌で言うとね、うん、ね、多分まともにここ歩くの初めてかな、うん、昼間ね、うん、あー、いいな、人多くてすごい、着物の、ね、お姉さんのちょっと、まあね、あんまり正面から撮ると失礼なんで、あ、こっち向いちゃったね、いいっすね、うん、いいっすね、着物のお姉さん、うん、
あ、GoPro 使ってる人がいる。まあね、そんな感じで今回はね、雷門で、中国の大ヒット映画、まあ、ダサ作なんですけど、流浪の地球、リュウラン・デュウチュウの、話してみました。はい、この動画がいいなと思われた方は、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それでは皆さん、リンチーでした。はい、言われてきてるから気にするレベルじゃない。